結構やるやないか兄ちゃん。あんたもな。だがまだ勝負はついてない。なんなら続きをやってもいいんだぜ。ふん、やめややめや。今日はどうも調子が出えへん。仕切り直しや。ほんな。いろいろ無礼をしてしもたな、うちの狂犬が。いや構わない。だができれば最後まで手合わせ願いたいところだった。奴の剣は俺の力で押す剣と違う。速さで圧倒するもんや。掃除の李神流はどうやった？まだじっくり見せてもらったわけじゃない。だが可能性はあるな。何の話？いや、俺が勝つ可能性もあったなという話だ。そりゃどうやろな。ん？掃除の本気はあんなもんちゃう。本気やったら今頃あんたの首に穴が開いとるはずや。カモさんのようにな。カモさん？前にもう一人の局長やった芹沢さんのこっち。芹沢カモか。確か身内に八つ裂きにされたとか。それじゃあ沖田がその芹沢を切ったってことか。さあな。お前は知らんでもいいことや。俺もつまらんこと言うたわ。とにかく沖田総司は新選組の一番隊の頭を任される男や。その男にあんたはどうも気に入られたらしい。ふん、喜んでいいのか？いや、あいつは腕の立つ男と見ると仲間だろうがその地で自分の羽織を染めたがる。あんたもせいぜい気ぃつけるんやな。起きた掃除か。あんた、ああ、椿郎は、ほんなら、
がですやろか。してもらいますね。これええやんか。何してんの。お客さん、すいません。はい、こちらになります。何、いや、はい、ええ、
Ha ha!
え？
え？何？え？いえ。Oh.